アンダーソースボームは、スウェーデン、ベストライエータランド兼ウテバラ生まれの、米国ルイジアナ州ニューオーリンズを拠点に活動するギタリスト、シンガーである。コこクスウェーデンより1985年にニューオーリンズへ移住した。ニューオーリンズのファンク、R&B をはじめ、ブルースなど、アメリカ南部の影響を強く滲ませたサウンドを展開する。 ドラマーとして活躍した父親の影響で幼少期から、リトル・リチャード、ファッツ・ドミノ、ジョン・コルトレーン、マイルス・デイビスなど、アメリカのロックンロール、ジャズに慣れ親しんだアンダースは、やがてピアノ、ギター、ドラムスなどの楽器を弾くようになった。16歳の時に家を出て、ヨーロッパ、アフリカ、中近東、アジア、北アメリカと音楽を演奏しながら放浪した。そして、 1985年に最終的に新たな故郷として彼が落ち着いたのがニューオーリンズの地であった。フレンチクォーターに住居を構え演奏活動を始めたアンダースは同じスウェーデン出身のバイオリンプレイヤーのテレサ・アンダーソンと出会う。意気統合した二人は講師を通じたパートナーとなった。二人は1988年にバンドを結成。テレサのプレイは 初期のアンダースのサウンドに大きく貢献していくこととなる。翌1989年、地元インディレーベルのラバダッシュから声がかかり、同年デビューアルバム Do In Fine をリリースした。1993年には2枚目となる Break the Chain をリリースした。1995年、メジャーレーベルの OK と契約し、アルバム w i c h w a To Here をリリースしたことにより、 アンダースの名前は広く知られるようになった。オーケーからは、これに続くアルバムとして、ニューマドリードがレコーディングされたが、未だ日の目を見ていない。1998年、アンダースはパートナーだったテレサと別れ、新たに、シャナキーレコードと契約、新規一転し、活動を続行する。1998年にライブアットティピティナ S。1999年に、リビングルーム。 2001年にアッシュウェンズデイ・ブルーズと順調にアルバムをリリースしていった。2002年にはマルディグ・ラ・インディアンのビッグチーフ、モンク・ブードローとの共作ベリー・ザ・ハチェットをリリースしている。2005年のハリケーン・カトリーナ後にはニューオーリンズの被災を嘆いたカトリーナを作曲しステージで披露するようになった。2006年リリースのティピティナスライブ2006でこの曲を聴くことができる。 また、アンダースは1994年以降、ナッシュビルに定期的に赴き、ポリグラム、ユニバーサルといった、レコード会社のソングライター、プロデューサーとしても活躍している。彼の作曲した、ウォッチザ・ウィンド・ブローバイは、ティム・マグローが取り上げ、カントリーチャート第一位のヒットを記録した。アンダースのバンドには、ダーティー・ダズン・ブラスバンドの創設メンバーの一人である、カーク・ジョセフ。 サックスのティム・グリーンらが参加している。ベースの代わりに、ジョセフのスーザ・フォンが入ることで、ニューオーリンズ特有のブラスバンド的な雰囲気が、サウンドに加わり、アンダースのサウンドを一層ユニークなものとしている。ありがとうございます。